ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテルです。というわけで今回なんですけども、待望の日本車大量追加大型アップデートまとめです。ロスサントスチューナー大型アップデートが7月の20日に配信されました。で、今週の豪華景品はリンクスという車両です。では新車両が全部で10台来ているので、ざっくり紹介していきたいと思います。まずレジェンダリーモータースポーツで4台です。まずこのスープラ、新型スープラに似たジェスター RR という車両、これ割引前の価格は197万、割引されると147万と50万ぐらい下がります。この割引方法などについても後から説明します。また ZR350 という車両ですね、割引前は161万、割引後は121万と RX7 風のモデルの車両となります。続いて Z に似た車両ユーロス、180万です。割引後が135万となってます。続けてアウディ風の車両ですね、テイルゲーター S、 この新車両もなかなか高いんですけれども149万、割引後は112万となってます。続けて今週の割引はこの GB700 割引来ています。さらにもう1台ですね、これサベストラ来ています。南サンアンドレスでは6台追加されています。まずワビットドミネーター GTT という車両です。これもワイルドスピード風な車両を作れるんじゃないでしょうか。122万です。割引後は90万台となります。続けてフト GTX、 これは86のような雰囲気を作れます。159万ドルです。割引後がちょっと下がるっていう感じですね。そしてレミュス、これは待望のシルビアです。これも137万が割引後が100万となってます。まあ、これもね、無料で手に入れられる方法があったりするので、それもね参考にしてもらえたらいいなと思います。またカリンキャリコ GTF、 これもセリカ風の車両で結構高いです。199万5000、これが割引後で50万ぐらい下がるといった感じになります。かなりねこの10台全部購入するとお金かかります。続けてウォーレナー HKR 126万、割引後が94万5000とサニトラのような雰囲気が作れると思います。続けて S2000 に似た車両ですね、 RT3000 という車両です。171万、そして割引は120万となってます。さらにベナンプラ FF が割引、そしてクラブが割引となっています。続けてベニーズの車両で、このねサルタンですね、これが割引となってます。またカスタム内容でクルーカラーなどのペイントなどがちょっと無料になっている部分があったりもします。続けて新施設購入方法と LS カーミーティング会場についてです。まず LS カーミーティング会場に向かってください。アップデート後にこのカーミーティング会場に行くことによって新施設のカーショップをね購入できるような状態となります。まあ解除できるということです。中に入るといろんなアニメーションが始まります。でこの中で NPC たちが大量にカーミーティングしている様子だったりとか、豪華景品がまたルーレット景品とは別にあったりします。中に入るとここで購入できるようになるんですけれども、今回5800万の所持金からスタートしているので、どれぐらい使ったかっていうのを参考にしてもらえたらいいなと思います。まず新施設のオートショップ、これは新強盗や新しい10台ガレージ、そして新ビジネスを始めたい方が購入するといった感じで、値段はどこも大体同じぐらいで10万ぐらいしか、ね、一番安いのと高いので差がないっていう感じなんで、もともと自分が持っている例えばアパートとかまたはオフィスだったりとか施設系が近いところに購入しておくのがまあ便利なんじゃないかなと思います。そしてこのカスタムなんですけれども、これ全部ねつける必要はないかなと。何でも高いものなんかつけたらめちゃくちゃお金かかりますので、もしかしたらこれ普通に購入するときには本体だけ購入してメンバーシップ5万ドルぐらいでもいいかもしれません。なんで最低価格で多分200万以内で収まるかなと思います。またこだわり抜いていろんなカラーだったりとか、こういったねスタイルをつける、またこのオートショップにエンブレムをつける、クルーのエンブレムだったりとか、もともと用意されているねエンブレムをつけたりとかできます。これやることにめちゃくちゃお金かかりますので、これはね予算をねよく考えてね、予算と相談しながらつけてください。まあ、全部つけなくてもいいかもしれません。メンバーシップぐらいでいいかもしれませんね。こういった感じでいろんなねかっこいい感じのねカスタムオートショップみたいな感じを、まあ、運営する経営するみたいな感じですね。
どんどんつけるごとにお金かかります。でスタッフ、これをつけることによってちょっとね経営がね楽になるみたいな感じですね。なのでこれもねつけた方がいいのかどうかっていうのは後からでもいいかなと思います。またそれ以外にもエクストラというのがあったりとか、まあここをねどういう風にするかっていうことなんですけど、個人スペースとして出現位置に設定できるとか、カーリフトがあるとまあカスタムができる、まあビジネスができるみたいな感じですかね。続けてメンバーシップ、 LS カーミーティングメンバーシップ、これは5万ドルなのでケチらず加入しておくといいと思います。まあ特にねスタッフの部分ですね、めちゃくちゃお金かかりますのでよく考えた方がいいと思います。オートショップはフルカスタムで400万ドルかかりました。また今週の報酬2倍のジョブはこのようにスタントレースのホットリングレース、また1C レトロのレース、また RC のレースとなってます。追加された新車両10台を割引前の価格で購入するだけで、この10台で1500万ドルかかります。なのでまあお金ね超余裕あるよっていう人はいいと思うんですけれども、そうじゃない人は割引をさせながら欲しいものを購入しておく、どうしても欲しい車両だけ割引前で購入するといった感じにした方がいいかなと思います。また LS カーミーティング、これはサイプレスフラットのところにあるカーミーティング会場なんですけど、ここでできることです。例えば個人車両で中に突っ込んでいくと、このように試乗トラックへ入るだとか、右十字キーでカスタムショップに入るなどがあります。またこのカーミーティング会場は NPC を含めて他のプレイヤーと非武装でカーミーティングをすることができるので、結構安全に楽しめるかなと思います。またこれが無料の景品となるアクティブな乗り物チャレンジで、豪華景品シルビア風の車両がね手に入るということなので、アクションメニューから乗り物チャレンジに挑戦してみるといいと思います。またこのように3台並んでるところがあるんですけれども、購入前にテストトラックで試乗可能となります。すでに売られているのはこの右側の2台、赤と青の車です。でこの車両に近づいた時に注意点なんですけど、四角ボタンと丸を押すだけでいきなり変えちゃったりする画面に飛びますので注意してください。で三角で試乗できると、だから購入する前にちょっと乗ってみるっていう感じですね。今回レースでこのような車両をね使えるのかどうかっていう部分だと、新しく追加されたレースでは一応乗ることができたりするんですけれども、まあテストコースっていうのをね走りながらも一応乗れると。また未発売の車両コメットもありましたので、これも後で見せていきます。またカスタムショップですね、これ LS カーミーティング会場でのカスタムショップ、ここでもカスタムができるんですけれども、LS カーミーティング名声レベルっていうものがあり、この中でレベルを上げていくことでカスタムが解除されます。ワイルドスピードのようなボディペイントとか、いろんなホイールだとかが解除できるということで、逆に言えば解除しないと装着できないということになります。また新車の割引、これもねこの名声レベルっていうのが上がっていくと新車が割引となったりします。またこういったね限定の LS カーミーティング用のねレーシングスーツ、これもね名声レベルで解除となります。未発売車両でテストトラックをね走行可能というわけで、この紫のポルシェ風の車両ですね、乗り込んでテストトラックってところ走ってみます。でテストトラックに出ると右下にねいろんなゲージ、今赤いの出たと思うんですけど、あれが名声レベルです。あれを上げていくことによっていろんなカスタムが解除されたりとか、これを入れながらちょっとしたお金稼ぎもちょろっと入ります。まあここでドリフトの練習みたいなのもできるというわけで、まあ出方はねこのように LS って書いてあるところから出ることができます。では、名声レベルの上げ方1なんですけども、アクションメニューからこのねタイムトライアルっていうのを開始すると、これ基本1人で開始することができるので、まあ名声レベルを1人で上げられるかなと。では黄色いね光っているところに行き、右十字キーでスタート。であとはこのチェックポイントを全部取っていき、一周するとこのように名声レベルっていうのがこの進行状況が上がってから上がっていくとっていう感じで1人で上げることもできます。また新しいレースが追加されていて、レースの中で追跡シリーズ、これは4人から16人でできるレースなんですけれども、これをやることによって参加しているだけでまあ結構ね、名声レベル上がってくるかなと思います。なので公開セッションとかで知らない人とねどんどんプレイするといいかなと思います。またはね GT アプリを起動した時に、R1 ボタンかなんかでね参加できるかもしれません。まあこれはね追跡シリーズってのはね16名までできる、途中から手配度がつく、そしてどんなコースでもいいのでチェックポイントを取ればいいという逃走系のレースです。なかなかね面白いと思います。
で、これをクリアすると右下にレースで得たお金と RP 以外に名声レベルっていうのが出てきます。で、これがどんどん上がっていくとカスタムが解除されるっていうことになってますね。まあ、上位であればあるほど、まあ、多分報酬は高くなると思います。続けてなんですけれども、もう一つのねレースシリーズがあって、ストリートレースっていうやつなんですけど、これもねいくつか追加されています。これはプレイヤーが2名から8名というわけで、最大の人数は少ないんですけど、2人からできるっていうことでね、まあ手軽にね開始できるんじゃないかなと思います。ストリートレースシリーズは最大8名までで、映画ワイルドスピードの2話に出てくるような感じの雰囲気が出せます。スタート地点になんかね人が立っていてね、まあまあレースレディゴーみたいなことをやっている雰囲気もあったりとか、このように本当にね街を封鎖する若者のようなね感じで作られたコースですね。まあ本当にトラックとかで右に曲がれとか、スプレーで右に曲がれみたいな書いてあったりとか、まあこの雰囲気がかなりいいんじゃないかなと思います。本当にワイルドスピードみたいな雰囲気は出せると思います。続けて名声レベル上げ方なんですけれども、例えば他のプレイヤーフレンドさんとか公開セッションとかで LS カーミーティングのフリー走行できるところに行った時に、ここでアクションメニューから、いろんなイベントですね、テストトラックからイベントを開始することによって、これもねチェックポイントスクランブルっていうのは20箇所取ってゴールするだけというやつなんですけど、これをやることによって名声レベルが上がると。なのでいろんな人とどんどんね、まあいろんなこのねレース系のものをねやってみるといいんじゃないかなと思います。まあワイルドスピード風のねボディペイント解除にはね名声レベルを上げる必要があります。また嬉しい特別なカスタムというかで、 LS カーミーティングカスタムショップの特別なカスタム、これはこのサイプレスフラットにある LS カーミーティング会場に行ってください。そして今回追加された新車両10台、この車両であればこの LS カーミーティング会場のカスタムショップに行くと、今度はタイヤの補強、ホイールからタイヤの補強で真ん中のローグリップタイヤという新しいカスタムがあります。これトラクションがね極端にめちゃくちゃ下がります。要はめちゃくちゃ滑る車両になるということですね。で、これを元に戻すこともできます。また防弾タイヤをつけたりとかもできますけれども、この真ん中のやつですね、ローグリップタイヤ、これめちゃくちゃ滑ります。まるでね、PC 版でよく見かけるようなドリフトのモードのようなね雰囲気の滑り方をします。もうツルンツルンなので、まあスピード重視のレースとかには向かないようなカスタムになると思うんですけど、もう本当にねこれドリフトをね楽しむためのまあ、カスタムということで、これはつけたり外したりすることができます。続いて新車両をねカスタムしながらちょっと見せていくんですけれども、新しいねジャンルのホイールが増えました。新しいホイールのデザインなんですけれども、チューナーというデザインの中で30種類ね増えています。これがかなりねまあなかなか新しい感じでいいんじゃないかなと、かなりね大きいホイールっていう感じですね。またこれも厄介なことに、下の方に行くとなんと、名声レベルで解除っていう部分がありますので、先ほど紹介した3つの名声レベルの上げ方のうち、まあ、1人でできるものとかもありますので、それでどんどん解除をしていくのがいいのかなと思います。まだまだねこのアップデート説明書があるわけではないので、みんなで探りながらっていう感じなので、今回のねこのまとめの動画を見ながら、またこんな発見あったよとか、これはこうでしたよっていうのがあったらぜひコメントください。そういったものをみんなで寄せ集めて、より良いね解説をさらにまた作っていきたいと思ってるので、まあそういったコメントくれるとすごくありがたいです。というわけで30種類の新デザインのホイールが追加されました。さらにですねこれもっとね面白い機能入ってきます。新車両の新機能というわけでエアサスです。追加された10台の車両に限定になるんですけれども、車両から乗り物のスタンスというところで、デフォルトはね標準の状態で、下げるというのを押すと、なんとエアサスのようにねこうシュッとね下がると、でまた逆に上げることができる、まあ、下がった状態かなり滑りやすい車両になります。これでさらにさっきのね、ローグリップタイヤにするともうツルンツルンのような状態ですね。なのでこのように、車好きのねカスタムが出てきたということで面白いかなと思います。またまるでワイルドスピードのね東京ドリフトのようなボディーペイントありました。これもね名声レベル解除となります。
またエアサスの上げ下げ状態は新車両ごとに、まあ、個々にね、設定っていうよりもプレイヤーの自身の設定で下げた状態などでいると、そのまま他の10台の新車両に乗り込むとその車両も下がった状態になっていると。でそのままガレージに行くとその車両も下がった状態でガレージに保管できるっていう感じです。また待望の防弾タイヤ取り外し可能となりました。防弾タイヤをつけたり外したりできるよっていうことですね。これ新しい機能となってます。新車10台のカスタム例や費用などは固定コメントをねぜひ参考にしてもらえたら、より、いろんな風なねカスタム、こんなのありましたよとか、こんなマフラーありましたよとか、こんなボディペイントありましたよってかなり多いんで、ぜひそちらの方も参考にしてもらえたらいいかなと思います。まあ、かなりお金かけることもできるっていうアップデートですね。まあ、本当に車好きな人の選択肢がめちゃくちゃ増えた。しかもレースがね結構楽しいとか、まあ、強盗要素もあるとかビジネス要素もあるっていう感じで、オートショップの始め方です。LS カーミーティング会場に行ってオートショップ購入した後に、そのオートショップ行ってください。車だと中に入れないので歩いて入ります。アニメーション終わると強盗のね、まあ、ホワイトボードから右十字キーで開始。まず招待限定セッションから一人で可能な準備ミッションとなります。まあ、この強盗系はね全部一人でできるっぽいので、まあ、結構いいかなと思います。で準備ミッションはこのように押収されたところの地下のところに入っていき、押収されたこの黄色い車両ですね、アウディ風の車両を回収すると。で回収して自分のオートショップに持っていくと、まあ、ビジネスが開始できると。で注意点なんですけど、レスターの手配度が基本的にこのねイベント的なものでは全部ね消せないと。しかも自滅しても手配度が消えないっていうことで、じゃあどうやればいいの、普通にマジで逃げるしかないのかっていうことなんですけど、まあ例えばね旧、元祖トンネルでの手配度消しが結構有効じゃないかなと。まあこの辺がいいんじゃないかなと、アルタの前のねトンネルあたりがいいんじゃないかなと思います。でそのまま手配度を消したらオートショップに持っていくと、これで準備完了となり、一人で数種類の車系ミニ強盗が可能となります。カヨペリコ強盗ほどめちゃくちゃ稼げるってわけじゃないんですけど、結構ストーリー性のある準備だったりとかフィナーレがあります。また新しい車の簡単なビジネスが可能となります。ちょっとしたお小遣い稼ぎみたいな感じで、最初2台ぐらいねこのようにクライアントの要望通りにカスタムして、まあ、その車両を引き渡すっていう感じでお金がもらえるっていうねビジネスみたいのがあるんですけど、この後にチェックリストっていうのがどうやら出てくるようで、まあ、それも探りながらって感じなので、また詳しく分かった時点でまた解説出したいと思います。とりあえず最初の2台はこのようにカスタムをして、クライアントの要望通りの車両を自分で持っていくか、もしくはスタッフを雇っていたらスタッフに持ってかせるみたいな感じで、まあ自分で持ってった場合とスタッフに持ってかせた場合見せていきますね。自分で乗り物を配達する場合、これはぶつけたりしないように壊れないように注意してください。まあそんなにめちゃくちゃ遠いっていうわけじゃないんですけど、これ右下にね2万5000とか出てるんですけど、実際もらえるのはこれより多かったりします。なので最初に3万ドルとか払いますよとか出たりするんですけど、ここでお金が最大で8万ドルもらえるらしいので、今回はねクライアントの要望通りのカスタムしなかったんで5万ぐらいでした、5万5000円でした。まあ、とりあえずプラスになってるっていう感じですね。でちゃんと要望通り作ることができればマックス8万もらえるようです。また同じくねこのようにカスタムします。まあクライアントの要望通りに一応カスタムしました、大体ですけど、はい。でこれでねスタッフに任せるっていうパターンをちょっとやってみます。スタッフに任せて、まあ配達をしてもらう間に違うね強盗の準備っていうのを自分でやることも可能です。この最初の2台を売却するとチェックリストっていうのが出てくるので、まあそれらの車両を集めると同じようにカスタムしたりして売却していくねビジネスとして成り立つんじゃないかなと思います。スタッフを雇っていた場合はこのように配達を自動で行うことができ、お金6万いくらとかっていう風にね入りました。というわけで今回はオートショップと新車10台を大体ですけど 80% ぐらいのカスタム内容で、なんと合計が2500万ドルは使いました。大型アップデートで追加されたものを全部買う必要ありません。今回の動画などを参考にしてもらって自分の欲しいものだけを購入することをお勧めします。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。